古代史で最も有名な人物の一人であるアレキサンダー大王は、現在でも多くの人々に愛されている夏のおやつの大ファンだったようです。イタリアの冒険家で作家のマルコ・ポーロは、アジアから砂糖で甘く味付けた、いろんな味をつけた水を凍らせたシャーベットのようなもののレシピを持ち帰ったと言われています。後にクリームアイスと名付けられたこのデザートは、17世紀イギリスのチャールズ1世の宮廷でよく振る舞われていたようです。フランスでクリームアイスを取り入れたのは、アンリ2世と結婚したばかりのカトリーヌ・ド・メディシス。凍ったデザートを一般市民が食べるようになったのは1660年代頃のことで、シチリアの男性がパリで初のカフェとして知られるカフェ・プロコップで、牛乳とクリーム、バター、卵を混ぜて作りました。トーマス・ジェファーソンには18ステップで完成するお気に入りのアイスクリームのレシピがあったんですよ。アイスクリームはポップカルチャーの中でとても重要なものとなり、常に標準品質を保つための法律や規制まであるんです。一般的に出回っている凍ったデザートのすべてがアイスクリームではないんです。アイスクリームという名で商品化するには、乳脂肪を最低でも 10% 以上含んでいなければならず、1リットルあたり 0.5kg 以上の重さがないといけません。本物のアイスクリームは実はふわふわに柔らかすぎなくてもいいんです。専門的に言うと、空気含有量が 100% 以上にならないようにするべきなんだそう。つまり私たちが大好きなあの食感を実現するためには、アイスクリームを十分にホイップする必要があるのですが、その割合は一定でなければなりません。厳密に言うと、アイスクリームベースの量がホイップした後2倍以上になってはいけないのです。そしてアイスクリームはさらに多くのサブカテゴリーに分けられます。脂肪の量によって低脂肪アイスクリーム、無脂肪アイスクリームなどがあるんです。自分が買おうとしているものについてよく知るには、それぞれの商品の栄養表示を見るといいですよ。凍ったデザートで興味深いものにジェラートがあります。イタリア語でそのままアイスクリームという意味なのですが、この2つにも乳脂肪含有量の規制による違いがあります。ジェラートは通常公式のアイスクリームよりも乳脂肪が少ないのですが、空気含有量が通常 20% から 30% と低いので、最終的な製品は密度が濃く、こってりした食感となります。またイタリアの規制では、ジェラートは乳脂肪を 3.5% 以上含むとされているんです。これでも十分複雑と思うかもしれませんが、フランスではさらにもうひとひねり加えます。フローズンカスタードとも呼ばれるフランスのアイスクリームは、通常の材料とは別に卵を加える必要があり、卵黄は 1.4% 以上でなければなりません。ところで皆さん、他のいろんな食べ物、例えばラズベリーなんかを間違って認識している人多いのではないでしょうか。本当はチェリーやアンズ、梅、梨、リンゴ、桃、ブラックベリーと同じバラ科なんですよ。ラズベリーがこのカテゴリーに入る理由は花によります。中心の核の周りに均等に配置された5つの同じ花びらが開くのです。バナナもベリーですが、イチゴは異なります。同じバラ科に属するからです。信じられないかもしれませんが、人間は DNA の 50% がバナナと同じなんですよ。他にもよくある誤解をご紹介しましょうか。ホワイトチョコレートは固形のチョコレートを含んでいないため、チョコレートではないんです。材料は砂糖、乳製品、バニラ、レシチン、そしてココアバター。世界中の親が子供にブロッコリーを食べさせようとするのには理由があります。カロリーを基準にすると、ブロッコリーにはステーキと同じぐらいのタンパク質が含まれるんです。世の親たちがこのことを知っているとは思えませんが、ブロッコリーは低脂肪で、他にも肉より健康にいいことがたくさんあるんです。ケチャップってフライドポテトにかけるものだって認識しがちですが、治癒促進力があるものだと考えられているんですよ。1800年代、オハイオ州のある医師がトマトは消化器系の問題の治療に役立つとして、ケチャップのような調合法を発表し、それが後に薬となったのです。あ、そのフライドポテトに薬をかけましょうか。世界一人気のサイドディッシュ、フライドポテト、フレンチフライと呼ばれることもありますが、実はフランスのものではありません。その起源は実はベルギーにあるのですが、
カットの仕方でこの名前になっているんです。それにブリュッセルスプラウトという名前はすでに芽キャベツについていますしね。ピーナッツバターが家にある人は多いと思いますが、それって貴重なことなんですよ。え、ピーナッツバターとジャムのサンドイッチの話をしているのかって？違いますよ。アメリカ人は毎年グランドキャニオンの地面すべてに濡れる量のピーナッツバターを食べているという結果がある研究では出ているのです。正確に言うと2億2700万キログラム。YouTube で実際それをやる人がいたら見たいですね。鮭のピンク色はもともとあの色であったわけではないんです。天然の鮭は自然に大量のエビを食べているためピンクになります。ですが養殖の鮭は一般的に白く、生産者が植物由来の色素を加えてピンク色にしているんです。人参ももともとオレンジ色ではありません。私たちの見慣れている赤と黄色の色合いは16世紀に起こったよく知られている野菜の遺伝変種によるものです。でももともとは白か紫色でした。フライドポテトにケチャップをつけるようにお寿司にはわさびを添えますよね。でも大体の場合はそれは乾燥させた西洋わさびなんです。本物の日本のわさびは高価なので、アメリカのレストランの 99% では普通の西洋わさびを使っています。スーパーでは一緒のパッケージに入っていることもありますが、赤、緑、黄色のピーマンは実は同じ野菜ではありません。植物の種が違うため、一つ一つ育てるには違う種類の種が必要になるんです。ヘーゼルナッツは4つに1つがヌテラの容器に入ることになるってご存知でしたか？クリーミーなヌテラはとても人気があり、世界的に供給が足りないので、ヘーゼルナッツを研究所で作る方法が模索されています。パンにもう少しつけようかなって思った時、そのことを考えてみてくださいね。ペットボトルの水には賞味期限がありますが、水自体が悪くなるわけではありません。日付はボトルのためのものなんです。プラスチックはやがて水に有毒な物質を出すようになります。飛行機の機内食が味気なく感じられるのはなぜだろうって思ったことはありませんか？シェフのせいだけではないかもしれません。飛行機の高度が体の化学反応に影響を与え、味覚に変化が生じるのです。誰もがサラダに一度は入れたことがあるはずですが、シラントロとコリアンダーは実は一緒のものではありません。コリアンダーは乾燥した種の名称で、葉っぱと茎はシラントロ。これで違いが分かりましたね。フルーツが大好きな方、フルーツサラダの木を考えついた科学者たちがいるんですよ。そう、同時に違った種類のフルーツがなる木です。オーストラリアで開発され、最高6種類のフルーツを育てることができます。桃、梅、ネクタリン、アンズ、ピーチコットなどを中心に、硬い核のあるフルーツのバリエーション、そしてレモンやライム、みかん、オレンジ、タンジェロやザボン、グレープフルーツなどの柑橘類のバリエーションがあります。息が臭くなるから避けている人もいるかもしれませんが、ニンニクは最も栄養価の高い食べ物の一つと考えられています。ニンニクの一かけで1日に必要なビタミン B6 の 2% を含んでいます。ニンニク特有の味を出しているアリシンは健康にいいということが研究で明らかになっています。適切に保存すれば決して腐らない唯一の食べ物は蜂蜜。別の言い方をすれば、これまでに発見されているのは蜂蜜だけ。砂糖の含有量が多く、水分含有量が少ないため腐りにくいんですよ。蜂の作る酵素のおかげで細菌の繁殖が抑えられることも役立っています。もちろん保存法が間違っていて余分な湿気にさらしてしまうと腐りますが、厳密に言えば密閉されて適切に保存されている状態であれば賞味期限はありません。最近料理を始めたという人、マッシュルームは煮たり焼いたりしすぎることがないって聞いて安心しているのではないでしょうか。これはキチンという多糖類を含むせいです。この化学物質のおかげで数分間、最大でも1時間加熱しても柔らかいままなんですよ。バターとニンニクも加えましょう。誰も気づきませんから。